まさか最果て村の真上がエルト海だったとはな。そこまで潜ったらまた村に着いたりしてな。試してみるか。やめとくよ。どうした？聞かないの？僕らが監獄島に何の用があるのか。ホムスが上層へ来るなど滅多にないことだ。いずれのっぴきならない事情もあろうが、あいにく詮索好きではないのでな。とか言って実は気になってたりして。何を言う、無礼な。もう雪吊りのものって間柄でもないと思うけど。確かに言われてみればその通りだな。だからさ、話しておきたいんだ。ならば聞こう。何故監獄島を目指す？それは、そうか、鬼神会の仮想への進行は聞き及んでいたが、そんなにひどいありさまなのか。なのに私たちは。ねえ、あれ何かしら。あれは、あれがそなたたちの目指している監獄島だ。あの塔が監獄島？そう、そしてあれがコート、赤モート。おい、浮かんでないか、宙に。外敵から防衛するにもその方が都合が良いからな。すごいな、どんな技術を使ってるんだい。知らん。知らなくてもすぐには困らない。知らんって、そんなんで怖くないのか。焼き方を知らなくてもパンは食える、そういうことだろ。監獄島に入るには直居が必要だという話はしたな。うん。まずはコートへ向かわなくてはな。向かうってどうやってあの浮いてる岩を渡るんだ。この先に転移装置がある。それを使えばよい。海を突き破ったり転移したり、上層ってなんか不思議で怖いところだな。まあいいや、そうと分かればさっさとコートに押しかけようぜ。それにしてもどうしたんです？物騒なもんだな。鬼神の進行を防ぐための防衛装置か。なんだあいつらは。あの頭の翼は、あ、あれがハイエンタ。お帰りなさいませ、メリア様。ん？え？出迎えご苦労。ここにいるホムスおよびノポンは我が同行者である。その旨を認識するとともに関係各所に伝達せよ。承知しました。どういうことなんだ？そう、メリア、君は。メリア、今は何も聞かないでほしい。監獄島へは私が導く。うん。公主陛下に拝謁するには手続きが必要だ。
待てるか。待ってるよ、君がそういうのなら。ありがとう。メリア様ね。シルク、あの子はひょっとすると、たとえどんな素性であろうと、メリアはメリアですよ。そうか。そうだな。なんだこいつらは。陛下にテレシア討伐の顛末をご報告し、勅許をいただかねばならん。シュルクが待っている。謁見の間に急ごう。エイヒの子が命名画に生きながらえるとは。申し訳ありません。このタルコ、必ずや皇妃殿下のご加盟を果たしてみせます。このコートでか。陛下もあの者の身辺には格別の配慮を下されておる。この絵集の隙をつけるというのか、そなた一人で。身命を落としまして、必ず。戯れを聞く気分ではない。申し訳ご…栗ごとを申すな。機会は必ず訪れましょう、あの者が好意を欲するのなら。第一王女メリア・エンシェント、ただいま帰参つかまつりました。表を上げよ。はい。歴戦の騎士団ですら打ち果たすことができなかったテレシアをそなたが倒してくるとは。我が血のなせる技とうぬぼれたいところだな。ですが、陛下からお預かりした忠臣たちをことごとく失いました。私の未熟ゆえであります。構わぬとは申さぬが、仕方なき義ではある。そなたに助力することが彼の者たちの任務であった。そなたの未熟、非力は皆が承知の上である。はい。悔しいか。ならばその気持ちを忘れずにいるがよい。悔やむ機会を与えてくれた者たちへの感謝を忘れずにな。陛下、そのことですが、私が助力を受けた者は他にもいるのです。そなたが伴ってきたホムスとノポンか。その者たちは先ほどコート警備隊に拘束させた。シュルクたちを。そう、そのシュルクとやらのフルーブグゆえにな。シュルクのフルーブグ、モナドのことでしょうか。やはりな。もしあの者が使うブグがまことにモナドなのであれば、感化するわけにはゆかぬのだ。なぜです。高家に伝わる古からの伝承、神与の剣モナド。その剣、巨神が選びし者に授けられる神与の剣なれど、横島なる心の者が震えば我らがハイエンターに災厄をもたらすと伝えられている。
ハイエンターとて善良な者も邪悪な者もおる。それはオムスやノポンとて同じこと。ましてやモナドを扱う者となれば、彼らが闇に属する者であるか否か、ほどなく神聖予言官の審問により明かされるだろう。ではシュルクたちにコートでの行動の自由はならぬ。父上、いえ陛下、シュルクたちは決して邪悪なものではございません。そなたは立体視を控えた大切な身、心身を清めて時を待つがよい。陛下。妹よ、そなたには陛下の言葉の意味がわからなかったのか。兄上。陛下は皇太子とおっしゃった。つまりお前を認めたのだ。時代のハイエンター公主はお前なんだよ、メリア。私が兄上ではなく。ああ、以前から陛下に相談を受けていた。そして私も賛成したのだよ。ハイエンターを導く者としてお前がふさわしいと。事実お前は命を落としてテレシアを討ち果たした。私はメリア、私はマクナで中心たちを、そのようなものに好意など。今は彼ら遺族の前に立ち詫びたい。メリア、立場上それが無理なのは分かっているはず。ええ、分かっています、分かっていますとも。陛下のおっしゃった通り、今はただ冥福を祈り、その勲功を我らの心に刻もうではないか。はい。そなたが躊躇する理由はよくわかる。だが胸を張るがよい。そなたには皇太子としての資格があるのだから。私が皇太子。その通りです。記録員、探求員ともに全員一致で陛下の選択を支持しております。私、最初ローラン個人といたしましても一片の依存もありませぬ。そうなのか。公主陛下のご聖断といえど私には疑問があります。モナドの持ち主、巨神に選ばれし戦士を粗略に扱ってよいものかと。そなたもそう思うか。はい。ただ恐れ多くも陛下に過ちが終わりだとして臣下が正すなどということは叶いません。ですが神聖予言官となれば別格。予言官殿がシルクたちに。今頃面護なされていることでしょう。たく、俺たちが何したって言うんだよ。部屋は豪華だけどよ、軟禁同然だぜ。メリアはどうしたのかしら。少なくとも彼女は丁重に迎えられてたようだったけど。そうだよ、あいつ怪しいぜ。シュルクはどう思うんだ。僕はメリアを信じたい。彼女は監獄島への案内を約束してくれた。彼女は約束を破るようなそんな人じゃない。わかった、わかったよ。俺だってシュルクを信じてるんだ。お前がそう言うなら俺も信じるよ。
これより神聖預言官による審問を開始する。控えられよ。あ、アルビース、なぜ君がここに？なるほど、それが君たちの目的か。メリアは大丈夫？僕たちよそ者をここに入れたことで彼女に迷惑がかかってるんじゃ。それはないな、絶対。そもそも君たちが拘束された理由はよそ者だからじゃない。まさか。そう、君のモナドだ。ハイエンターという種族はね、モナドとの関わりが深いんだよ。はるか昔からね。さてと。君たちが怪しいものではないことはこの僕が証明しよう。何より殿下を助け、テレシアを倒してくれたんだからね。彼らを自由に。彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。はっ。本当はコートを案内してあげたいところだけど、僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。この部屋は自由に使ってくれていい。コート見物するもよし、ゆっくり休むもよし。じゃ。待って、アルビス、まだ聞きたいことが。焦らない。君の聞きたいことは大体想像がついてる。ま、そのうち必ず。さてっと、コート見物にでも行ってみるか。そうね、ここにいても退屈だわ。うん。リキ、メリアちゃんを探してくるもん。待って、リキ。予言官殿。何事だもん。アルビスならここにはいないぜ。ん？一体どこにおられるのだ。どうしたんですか？エルト海で転送装置の修復をしていた小隊から救援要請が入ったのですが、その一報を最後に通信が途絶えてしまい、足取りが全くつかめないのです。そいつは一大事だな。シュルク、助けに行くもん。困った時はお互い様だもん。あ、そうだね。あの、僕たちも協力しますよ。しかし、あなた方は。心配いらないもん。ここは勇者リキに任せるもん。かたじけない。どうかよろしくお願いします。以上がメリア殿下がお連れになったホムスたちから聴取した話のすべてでございます。なんということだ。テレシアがそこまで強大になっていたとは。して、予言官殿の考えはいかに？おそらく、テレシアの力が増したのは、周囲のエーテル場の異常からでしょう。それはすなわち、エーテルの加護の弱まり。やはり、巨神復活の時が迫っているのか。モナドとの関連は？それはわかりません。私の見立ても、暗中ゆえ。ですが、申してみよ。あれなるモナド、必ずしも災いをもたらすとは限りません。我が見立て、暗中なれど、その中に一条の光もまた見えました。その光は陛下もご覧になったはず。あの光の中にはメリアと、あの少年シュルクラがおりました。あの者、
横島なる者にあらずということか。どうやらその時は近いようだ。カリアンよ、立体しのぎ急ぎ行う必要がある。陛下、すでに両院の合意を得ている以上、いくつかの過程を省くことはできるのではないでしょうか。うん、だが問題はそれで民が納得するかどうかだ。なれば墓所詣をいたすがよいでしょう。だが公妃よ、そのような古代の儀式をよみがえらせることは。儀式が古びたのは、昨今はそれが行われる必要がなかったから。でもあの子にとってはまた別の事情があるはずです。母上、墓所詣には危険が。歴代の皇太子候補が幾人も落命していると記録にはあります。あの子はテレシア討伐の退任を果たした、その限りではないように思いますよ。何よりもその程度の儀式を忌避しているようでは、あの子がハイエンターの民から認められることは未来永劫ないでしょう。ですが。確かにそうだ。墓所詣では危険が伴うが、それだけに民の支持を得ることもできよう。メリアをこれに。今一度あれの本音を聞きたい。やります。ホムスとの混血児である私がハイエンターを滑るには、またその座を欲するなら通らねばならぬ道だと考えます。その通りだ、我が後継者よ。ハイエンターを滑る者として近道は楽な道にあらずと巨神会に示さねばなるまい。はい陛下。そなたの立体師は叶わぬ、永遠にな。うん、大ごとにならなくてよかったね。ゆるく行き疲れたもん。今日はもうお城で休みたいんだもん。そうだな、一度コートに戻るとするか。ええ、そうしましょう。なんだろう、ずいぶん賑やかだね。祭りって感じじゃねえよな。何か儀式が始まるのかな。忠臣熱き民よ、ソレアン・エンシェントである。世の即位より24年、世はここに大いなる喜びをもって諸君に知らせを告げる。あれがハイエンターの公主様か。ソレアン・エンシェント。幸いにしていまだ不世の日は遠からんが、種族繁栄の礎として時代の公主、すなわち皇太子を指名する。見ろよ、お出ましだぜ。メリア・エンシェントである。ええ、メリアです。あいつお姫様だったのか。お前今頃気づいたのかよ。なんか妙に言葉遣いが偉そうだとは思ってたけど、びっくりね。これより我が子メリアは墓所詣の儀に臨むことになる。我が栄光ある皇祖に認められ、皇女は皇太子となるであろう。
民とは愚かなもの。偽りの面一つで呪われた血の存在を忘れたものとして振る舞える。皇妃殿下、すでに手駒は揃えてあります。ご加盟いただければ直ちに旅衆のホムスどもを始末いたします。モナドを携えしとはいえ、所詮は蛮族。闇に葬ったとしても陛下はお気になさるまい。さすればメリアに助力する者はいなくなる。はい。母上。そもそもハイエンターの公妃とホムスの栄妃などという制度があるから、高貴な血が汚れ続けるのです。ホムスなど死に絶えてしまうがよい。行きなさい、タルコ。わかりました。あの者は。メリア。それにしてもメリアのやつ、なんだってあんな仮面をつけているんだ。わかりません。でも彼女、他のハイエンターとはどこか違う。違うってどこが。メリアちゃん、鳥の人にあんま似てないもん。お前たち、ホムホムに似ているもん。なるほどね。余人には知り得ない複雑な事情がありそうだな、こいつは。そうだ。なんだよ、急にでかい声出してびっくりするじゃねえか。ここでのんびりしている場合じゃない。メリアが危ないんだ。って、おい、またビジョンか。何を見たの。そうだ、詳しく話せ。昼飯のお知らせにしちゃ物騒ないでたちだな。食事時の心配をする必要はなくなる。こいつら何者だ。シルク、この者たち異端審問官か。何事か。まだいたのか。待て、この方はカリアン殿下、メリア殿下の兄君だ。メリアの兄さん。ご心配なく、無事解決したようですよ。予言官殿。彼らの危難が見えたのでね、急ぎ駆けつけたところ、あの者たちが。ただの賊には見えないな。おそらくは巨神教異端審問官。王家の歴史を裏から支えてきたと言われる暗殺者集団ですよ。バカな、巨神教は単なる噂。巨神教が存在していたのは遥か昔。その血筋は絶えたものと僕も思っていました。ですがそれは実在し、シルクたちの命を奪おうとした。父上はこのことをおそらくご存じないかと。皇主様ですらよもや現存しているとは考えておられないでしょう。巨神教の異端審問官とはそういうものだと聞きます。だがどういうことなのだ。そのような者たちが彼らを襲うなど。まさか。あ、いや、そんなはずは。カリアンさん、メリアが危険なんです。どこかわからないけど、祭壇のような場所で彼女は殺される。なんだと。なぜそのようなことが言えるのだ。シュルクは僕と同じなんですよ。予言官殿と。ということはまさか彼にも見えるというのか、未来が。だからメリアの元に行かせてください。僕らを。
それでは殿下、ここから先はお一人で儀式に臨まれることになります。見送り、会議であった。ご無事なるお帰りをお待ちしております。過去の歴史上、資格なくして好意を求めた者どもはことごとく英霊に打ち倒されたといいます。それが好意を請求するということだ。そのままボスに葬られることになった者たちも覚悟の上でのことだったであろう。ご立派なお覚悟です。お気をつけ遊ばせ、殿下。ならぬ。墓所詣では斧が力のみでなす決まり。命果てたとて、それは天命。公主の器にあたわずという、ただそれだけのことだ。あんた本気でそんなこと言ってるのか。あんたの妹だぞ、メリアなんだぞ。妖精ライン、ダンバン。それほどに重要な儀式なのだろう。俺たちが口を出せるようなもんじゃない。でもよ。だがそれはあんたらハイエンターのうちでの決め事だよな。異民族のホムスがしゃしゃり出たところで問題はなかろう。それともその墓所にはホムスが入っちゃいけないって決まり事でもあるのか。それはないが。なら肩の力を抜けよ。墓所詣とやらがあんたらにとってどれだけ大切な儀式か知らん。知らんが、妹の命と天秤にかけて釣り合いの取れるもんじゃなかろう。ならさ、任せろや、俺たちに。ギデンは？俺の名はダンバン。鬼神兵をぶっ潰したいって、こいつらの、まあ、保護者みたいなもんだ。ダンバン。そうか、ギデンがあの、1年前、大剣の渓谷での戦いで、モナドを振るい鬼神兵団を退けたという。そこまで知ってたんなら、あん時助けに来てくれてもよかったのにな。すまぬ。我らは多民族との争いは好まない。それがたとえ鬼神兵であったとしても。冗談だよ冗談。事情はそれぞれ。あれだけの防衛装置を浮かべてんのはそういうわけなんだろうからな。話はまとまったみたいだね。墓所へはセンターゲートから転移装置で行ける。殿下はすでに墓所に入られているはず。シルク、急いだ方がいい。ここが墓所だ。中には外敵の侵入を拒絶する防衛機構がある。墓所が機能している以上、それを避けることはできない。心して。入る前に一つだけ聞きたい。アルビース、君も未来が見えるのか。僕の家系はね、代々後継に仕える予言官の血筋なんだ。未来の姿を見て広告の危難を回避する役目。ホムスの君がか。そう。それについての来歴はまた今度。うちの家系はいろいろとややこしいんだ。それに未来が見えると言ってもちょっと変わっててね。いろいろと準備というか儀式みたいなものが必要なんだ。君はそんなことはない？うん、僕の場合は突然頭の中に情景がひらめくんだ。最初は漠然としているけど、それが近くなるにつれて鮮明に。なら多分僕の力よりずっとすごいと思う。現に僕はこれから起こるという殿下の危難は見えなかった。メリアの危難が見えないって、それ予言官失格だろう。君案外鋭いね。だから君たちに助力を頼んだんだ。偶然君たちの危難が見えたのが運が良かったと言える。あれは偶然かよ。でも君はあの時モナド。モナドの伝承は後継に古くから伝わっている。
巨神の剣であったモナドは使用者の念、つまりこうしたいという思いだね。その思いを増幅し、この世界の根源原理であるエーテルに干渉する。干渉することでその念を現実ならしめるものらしい。だから僕は念じた。それだけさ。モナドはその力ゆえか、遥か昔にハイエンターによって封じられた。それが長い年月を経て、やがてホムスの手に渡り、今は君の手中にある。それは果たして偶然なのか、その意味を確かめる責務が君にはある。巨神の剣を授かった者としてね。巨神は目覚めようとしているんだ。酵素を祀った祭壇は幾重にもなる封印の先、いかような試練が待ち受けているのか、気を引き締めて臨まねばならんな。2512周期ぶりの来訪者よ、生命と来訪目的を述べよ。メリア・エンシェント、行為を継ぐ資格があるや否や、酵素の霊にご判断いただきたく参った。来訪者の意図を了解した。これよりキクンの遺伝情報を解析する。寒いわね。イニシエからの霊がなさしめる力か。空気が緊張している感じがするな。さっきも言ったように、ここから先には外敵の侵入を拒絶する防衛機構があって。なんだこれって、あでは、あなたはエンシェントの酵素だとでも言うのか。その思考および発言を擬似的に再現した存在と考えてもらおう。だが酵素は何千年も前に。無論我は聖ある存在ではない。我は酵素の人格の記録。生きてそなたと対面していれば、こう話したであろうという可能性の投影に過ぎぬ。わからない、何を言っているのか。だがあなたの言葉には私を偽ろうとする意思は感じられない。もちろんだ。今私の人格が感じているのは喜び。複製とてそのことに偽りはない。喜び、どういうことだ。遺伝解析の結果、ホムスとの交差比率80兆。前回の解析より8世代分の進化と推定。我らの希望はほぼ完成した。希望。巨神が我らに与えた役割は遺伝子配列に刻み込まれている。その呪縛より自由になるためには、他の遺伝子との交差により幾重
幾百世代もの時をかけて特定配列に仕掛けられた次元装置を解除していくほかはない。何を言っておられる。分からずともよい。分からずともそなたには印を授けよう。あ、これは。そなたこそはハイエンターを導く者、それも最後の講師となるやもしれぬ。皇祖陛下、期待しているぞ我が末裔よ。どうやら無事先祖の霊に認められたようだな。あ、そなた何者だ。ここには皇家の者以外入れぬはず。何故ここに。私は皇妃殿下の陪臣だ。殿下のご命令に決まっているだろう。母上の。栄妃の子の分際でまだ皇妃殿下を母と呼ぶのか。私はホムスの根血でありながら好意を狙うとは。なんであんなところに落とし穴があるんだよ。だから言ったじゃないか、防衛機構があるって。ひどいよライン。知らないもの何でも触るのダメ。も子供じゃあるまいし。出だしからいきなりだなんて普通気がつくか。てかビジョンはどうした。ビジョンはお前ら二人とも未来が見えるんじゃなかったのかよ。そんなこと言われても。そうそう便利にはね。たく使えねえ力だぜ。あ、そういう言い方するんだ。元はといえばラインが原因じゃないか。シュルクが正しいもん。なんだよ俺のせいだってのかよ。 100% あなたのせいね。正論だ、うん、まあ全員無事なのは不幸中の幸い。さ、気を取り直して進もう。多少回り道にはなるけれど、こっからでも墓所の奥には行けるはずだ。そうだね。こんなところで時間を浪費してる場合じゃない。急ごう。なんだあれは。ビリビリしてるもん。攻撃はしてこないみたいだけど。何が起こったの。おい、あれを見ろ。こいつも防衛機構なのか。差し詰め墓所の番人ってところだろう。どうやら私たちを通す気はないみたいね。メリアが待ってるんだ。こんなところで立ち止まるつもりはない。そうだ、さっさと片付けようぜ。たく、ひどい目にあったぜ。こんな調子で本当に追いつけるのかよ。誰かさんのせいで本来皇族が使うルートとは違うルートで来ているからな。さんってラインのことだもん。うるせえなおっさん、わかってるよ。まあ大丈夫だと思うよ。このルートでも儀式が行われる祭壇にはつけるはずだ。ただ遠回りしてるのも確かだからね。急ごう、一刻も早くメリアに追いつくんだ。根血でありながら好意を狙うと。メリアがホムスとの根血。
前はここで朽ち果てるのだからな。これで終わると思うな。行け、行って一人でも多く道連れにしろ。いかん、テレシアの崩壊に巻き込まれるぞ。何？ふう、びっくりしたぜ。アルビース、ありがとう。どういたしまして。シルク、なぜここに？モナドが教えてくれたんだ、君が危ないって。間に合ってよかった。おいシルク、さっきのやつ見当たらないぞ。あの者、蓄電したか。シルク、みんな感謝する。よく来てくれた。リキも嬉しいもん。メリアちゃんの危機に間に合ったもん。これでこそ勇者だもん。おっさん、調子乗りすぎだぜ。以上が偽らざる墓所詣での顛末にございます。そうか、あれが裏でそのような陰謀ですが、全ては状況証拠、確証はございません。巨神教異端審問官、巨神に準じ、巨神に準ずる者たち。第47代公主ルミオン公の治世か、その思想の過激さゆえ勅命により解体され、教団としての体裁を失ったと聞きます。かつては裏から広告を意のままに操っていたこともあるという。その血統は遠の昔に耐えたものと思っていたが、あれがな。皇妃殿下におかれましては現在救命の塔におとどまりいただいております。近く救命院にて本件に関する審判が行われる手はずとなっております。うん、余自ら真理の光を当てなくてはならぬだろうな。御意。母上。メリアよ。はい。そなたは無事墓所詣を終わらせ、子孫の承認も得た。ですが、それはシュルクたちの協力が。カリアンから報告は受けておる。何ら皇位継承に陰りを指すようなことはなかったと。自信をお持ちください、皇太子殿下。兄上。明日立体四式を執り行う。その刻限をもってそなたは世の後継者となる。胸を張れ。はい。メリアよ、我が子よ、そなたが皇太子としてふさわしい存在に成長したことを嬉しく思うぞ。ハイエンターとホムスの血を受け継ぐそなたこそ巨神界の希望なのだ。なんとかメリアちゃんの危機一発に間に合って本当によかったもん。そうだな、だが気になることもある。気になること？ああ、なぜメリアが皇太子に選ばれたかってことさ。本来なら兄貴のカリアンを選ぶのが筋だろう。現に墓所で相手にしたのは反対派のようだったしな。確かにそうね。カリアンは皇太子には十分な器だ。それを置いてまでメリアを選ぶ理由、当のカリアンですらそれを望んでいる風だしな。そうね。失礼します。シルク殿、
皇主陛下がお召しです。お、来た来た、きっと監獄島の直帰を出すって話だぜ。うん、皇主陛下は謁見の間でお待ちです。準備ができましたら参上願います。シルク殿、先立ってのそなたたちの監禁拘束の件許されよ。何より異民族の身でありながら皇国皇太子、いやメリア・エンシェントへの助力、子を持つ一人の父として礼を述べたい。大儀であったな。いえ、大事な儀式であったのに僕たちのようなよそ者が水を差してしまって申し訳なく思います。過保者だな、あれは。そなたのような潔い若者に出会えたこと、それもまた為政者として書くべからざる徳と言えよ。聞けばそなたは鬼神兵を追っているそうだな。はい、僕らの故郷は鬼神兵の襲撃で多くの命を失いました。復讐か。はい。正直だな。立てた誓いを飾り立てるつもりはありません。ですがそれは僕たちホムスの生存につながると思っています。揺るがぬか、シルク殿。そなたはモナドを振るうならば話しておかねばならぬことがある。僕にですか？我々の始祖たちがこの国を建国するはるか以前、世界神である巨神と異界の神である鬼神との間に激しい戦いがあった。この伝承はホムスも知っていよう。はい、子供の頃よく聞かされました。戦いの果てに二中の神は相打ち、ムクロとなり多くの生物が死に絶えた。その後ムクロを大地として巨神界の生物は少しずつ数を増やしていき、やがて僕たちが生まれたと。その巨神が今目覚めようとしているのだ。アルビースもそのようなことを言ってました。予言官の予見だけではないのだ。マクナでの一件、テレシアは巨神と共にこの世界に誕生した最古の生物と言われておる。テレシアはエーテルの乱れを生む。もしその乱れがこのまま進んだとしたら。なぜ今になってエーテルの乱れが起きたのですか？あれは始祖が記した碑文、伝承だ。ここにはこう書かれている。万物の祖エーテルの乱れる時、巨神は目覚める。その兆しを見落とすなかれ、兆しは巨神の剣に現れるなり、万事に留意しこれを封ずること、永劫の繁栄を約束するものなりとな。巨神界で生きる者たちの生き死にもまたエーテルに大きな影響を及ぼす。おそらくは鬼神界の信仰によるものだろう。そしてそなたたちホムスは巨神の剣モナドの封を解き、鬼神界との戦いに使った。確かにそうですが、これは分かっておる。そなたらホムスの生存にモナドは欠かせなかった。これは事実、責めるつもりはない。この碑文は詰まるところ鬼神界との戦いのことを指しているように思う。巨神は生きている。このまま鬼神界の侵略が続き多くの命が奪われれば、遠からぬ未来巨神は目覚め、二中の神同士の戦いによってハイエンターは、いや巨神界で生きる全ての者が滅してしまう。そう示しているのだとな。
巨神界で生きるもの全てが滅んでしまうというのですか。そうだ。故に鬼神界の侵攻、それは絶対に止めなければならない。ならばその思いは僕らも同じです、陛下。メリアから監獄島に行くには陛下の許しが必要であると聞きました。その許しいただくことはできないでしょうか。言って何とする。見たんです、ビジョンで。このモナドが顔つきの鬼神兵を切り倒す様を。僕はあいつらを倒したい。そうか、そなたもビジョンで見たか。ん？監獄島にはモナドと同様、高家の始祖たちが封じたもう一つのものが眠っているという。当時の記録も失われ、それが何かは今となっては確かめる術もないがな。それも巨神の目覚めと関係あるのでしょうか。わからぬ、わからぬが、始祖たちが封じた以上、我々はその意志を受け継いでいかねばならぬ。シュルク殿、今少し考える時間をくれはしまいか。我々とて今の巨神界を憂慮はしているのだ。同じ大地に住む同胞としてホムスをないがしろにはしない。わかりました。この国にも事情があることは理解できます。たとえ監獄島に行くことが許されなくても、その時はまた別の道を探してみます。すまぬな。いえ。それと、はい、これは公主ソレアン・エンシェントではなく一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友として、これから先も恋にしてやってほしい。勝手な願いであることは重々承知している。はい、それはもちろん。テレシアが動き出したか。はい。ヤツめ、モナドとの接触を図るつもりか。フェイスの調整は。黒の修復は完了しています。ネメシスはどうか。それはモナドを持つホムス、エルト界に上がったそうだな。はい。だとすれば行く先は一つ。もっとも奴が解放するとも思えぬが、いずれにせよいかに小さき目であろうと継ぐに越したことはない。ちょうど試したいものもある。これより巨神界侵攻作戦を開始する。